3.15事件は1928年3月15日に発生したマルクス主義を忠実に実践するため、非合法の無産政党の設立及び第三インターナショナルの日本支部を目的として設立された日本共産党等の活動員数千名を検索、検挙された者が約300名治安維持法に問われ、 直ちに、市ヶ谷刑務所に収監された者が30名に上った事件である。当時の大日本帝国政府は、私有財産制を否定する国際共産主義運動を国体を脅かす者として警戒していた。先の第一次世界大戦末期にはロシアで共産主義革命が発生していたが、シベリア出兵はこの革命に対する列強の干渉戦争の極東戦線という意味合いがあった。 結果的に列強による革命の阻止は失敗し、以降大日本帝国を含む諸列強は革命政府たるソビート連邦の存在を容認する方向へ進んでいくこととなる。1924年第二次五権運動に伴って成立した五権三派による第一次加藤公明内閣は以後1932年まで続く憲政上道論に基づく 政党内閣時代の始まりを告げるものであった。加藤内閣は普通選挙を実現したほか、日ソ間の国交を樹立した。国体を変革し及び、私有財産を否認せんとする結社、運動を禁止する治安一法の成立は、これらの政策とほぼ同時期のことであり、これによって国体を変革することそのものである共産主義者を政府が逮捕、 投獄することが可能となった。余診判事の指揮によって警察は3月15日全国で一斉捜査を行った。日本共産党、労働農民党、日本労働組合評議会、マルクス処房、東京市従業員組合本部、産業労働調査所、無産青年同盟本部、希望閣、他50カ所等の関係者が検測された。幹部の多くは逮捕を免れ、 488人が起訴され、4月11日に記事が解禁された。当時拘束された長井哲次によると、当時の日本共産党には入党のために、以下のような口頭諮問を行っていた。作家小林拓二は、小樽市における3.15事件を題材に、1928年3月15日を発表する。ありがとうございます。